初代ノースブルック伯爵、トーマス・ジョージ・ベアリングは、イギリスの政治家、貴族、ビクトリア朝の自由党の政治家で、1872年から1876年にかけてインド総督を務めた。自由主義的なインド統治を行ったが、1874年に成立した保守党政権との対立を深めて辞職した。貴族院で演説する。 保守党貴族院院内総務ソームソウルズベリー公爵と自由党席からそれを聞く海軍大臣ノースブルック伯爵と外務大臣グランウィル伯爵議長席に座っているのは大法カンセルボーン伯爵1826年1月22日、後に初代ノースブルック男爵に上されるホイッグ党の政治家フランシス・ベアリングの息子として生まれる。母は サー・ジョージ・グレー順断尺の娘・ジェーン。曽祖,祖父、サー・フランシス・ベアリング順断尺は、イギリス東インド会社の経営者であったなど、銀行家一族ベアリング家は、インドと縁の深い家柄であった。八百四十六年に、オックスフォード大学、クライスト・チャーチを卒業。八百五十三年から八百五十五年に、かけて、インド監督庁長,長官サー・チャールズ・ウッド順断尺の、 秘書官を務めた関係で、インドについて詳しく勉強することになった。1857年に、ペンリンファルマス選挙区から自由党の庶民議員に当選した。1859年に、第二次パーマストン支策内閣が成立すると、インド担当大臣となったウッドの下で、インド担当省政務次官となった。1866年の保守党への、 政権交代までに、陸軍省政務次官や内務省政務次官も務めた。1866年9月6日に、父からノースブルック男爵の爵位と順段爵位を継承した。第一次、ウィリアム・グラットストン内閣期の1872年2月に、インド総督、名誉伯爵が暗殺された。王子賞書ハリファックス爵はその公認として、 ノースブルック卿をインド総督に推薦した。インド担当大臣アガイル公爵はそれに反対したが、首相グラッドストーンの裁定でノースブルック卿に白羽の矢が立った。英ルをインド帝国に着任したノースブルック卿は自由貿易を目指し、一部の品を除いて輸出関税を廃止、また輸入関税も引き下げを行った。税収低下分は、 所得税復活によってまかなった。外交ではインド軍をマレーシアのペラクに出兵させたが、その際に経費を本国に要求して拒否されている。1874年1月に本国でベンジャミン・ディズレイリー率いる保守党政権が誕生した。その政権でインド担当大臣となったのは後に首相となるソールズベリー公爵だったが、彼とノースブルック卿は折り合いが悪く、 関税問題やアフガニスタン政策をめぐって激しい論争になった。ソールズベリー教は、ランカシャーメン工業家の意見を入れて、インドの輸入関税全般を主張していた。また、エリオ・インドの隣国アフガニスタンについては、保護国家を目指していた。しかしノースブルック教には、インド総督は、ランカシャーの利益ではなく、インド人の利益を第一とする、インド総督は、 本国のインド担当大臣の代理人ではないという持論があったため、ソールズベリー卿に反対した。二人の対立は深まっていき、1876年4月にノースブルック卿は辞職を余儀なくされた。皇太子、パーティのインド訪問を見届けた後の1876年6月に帰国の途に着いた。帰国して間もなくノースブルック伯爵位を与えられた。 1880年に第二次グラットストーン内閣が発足すると海軍大臣として入閣した。オラービー革命をめぐるエジプト問題ではスエズ運河の航行権が失われることを恐れてエジプトへの軍事干渉の必要性を訴えた。1890年から1893年にかけては王立アジア協会の会長を務めた。1904年11月15日に ハンプシャーのストラットンパークで死去した。1848年にエリザベス・スタートと結婚し、彼女との間に以下の三子を設ける。ありがとうございます。